爪の社のオフ、決勝トーナメント第3回戦戦うトレーナーは誰だっけ、どうするした、ウィングさんとハゼハさんのお二人です。さあ、お二人には今対戦の準備に入っていただいていますが、お互いの手持ちをここでご紹介しましょう。ウィングさんの手持ちがシャワーズ、ローブシン、不思議花、ヒートロトム、そしてガブリアス、ギルガルド。カゼハさんの方がボーマンダー、レイジューボルトロス、月光がエンテ、ナットレイ、そしてブラッキーということになっておりまして、なんとこの決勝トーナメント第3回戦お互いブイズ入り対決となりました。全国1000万のブイズファンの皆さんお待たせしました。しかもウィングさんの方のブイズ、まあ、あのブラッキーは割と対戦では見かけるようになったポケモンですが、おそらく使用率的にはニンフィアに次いで V の中では高いポケモンと思われますが、ウィングさんが使っているポケモンがシャワーズということで、注目が集まります。さあ、対戦が始まりました。よろしくお願いします。ウィングさんの一言コメントも、スイ君には負けないぞという意気込みが感じられましたが、カゼハさんの焦点が月光が、ウィングさんはヒートロトム。さあ、これは相性的にはお互いがお互いの弱点をつける状態、カズハさんが先手を取って水技があればヒートロトムの弱点をつける、素早さで勝っているのは月光河の方ですが、このロトムというポケモンは結構こだわりアイテムを持たせやすいということで、スカーフの可能性も考えると居座りづらいか。しかし居座っている。ボルトチェンジが先制で入っていいダメージ、タイプはまだ 水アークのまま。さあ、このボルトチェンジを受けてウィングさんが繰り出すのはギルガルド。おっと、風船を持っている。しかしここの波乗りによってこの風船は割れてしまう。ヒートロトムに対して水技を選択していた風船が割れる。ダメージ的には3分の1程度でしょうか。さあ、悪の波動等を持っていればギルガルドとしては大ダメージを受けてしまうこの組み合わせ。しかしボルトチェンジを受けて風船が割れることも厭わず、ウィングさんはこのギルガルドを繰り出してきました。おっと、ギルガルドが先手を取って、ここは影打ちか。これで非常に素早さの高い厄介な月光河をウィングさんは処理していった形になります。メザ飛行という名前がついていますが、そもそもメザパを持っているんでしょうか、この月光河。これも何かの口プレイなのか。そして月光河が倒れたところにエンテイを繰り出す。さあ、第6世代になって聖なる炎を習得したことによって一気に1000級のポケモンになりました、このエンテイ。しかも聖なる炎は物理技でありながら非接触技なので、ギルガルドにキングシールドを使われたとしても攻撃がダウンすることはないということで、割と安心して聖なる炎を打っていけるでしょう。公開されたとしても火傷が入れば美味しいという非常に強力な技ですね。そして鳳凰としては専用技をなぜか自分の部下に奪われたというちょっと悲しい事態になっております。エアルブラストはまだルギアが独占している。さあ、相性的にはウィングさんの方が圧倒的に不利。このエンテに対して繰り出せそうなポケモンとしてはやはりヒートロトムが挙げられるでしょうか。しかしこだわりスカーフを所持していた場合、耐久が振られていない可能性もあります。そのロトムが出てくる。やはり聖なる炎を打っていく。ダメージはまずまずといったところ。まあ、火傷を気にせずこの程度のダメージで済んだということで、ウィングさんとしてはこの交代は成功と言えるでしょうか。さて、カゼハさんの方は電気技を半減できるナットレイ、そして向こうのボルトロスがいますが、そのままエンテイは居座っている。そしてウィングさんのヒートロトムはまたしてもボルトチェンジ。これで出てくるのはガブリアスですね。そしておっと、エンテイはまだまだ構わず聖なる炎を打ち続けている。これで火傷が入ると大きいぞ。しかし火傷しない。
さあちょっとウィングさんとしては肝が冷えた場面でしょうか。なんとかやけどの2分の1の確率をかいくぐってこのエンテイに対して素早さでも相性でも上回っているガブリアスを出すことに成功しました。これでウィングさんの方はヒートロトムとガブリアス、そしてカゼハさんの方が、月光が失ってこのエンテイがいるという状態ですね。あとウィングさんの方はギルガルドですね。さあウィングさんの方はロトム、ガブリアス、そしてギルガルドということで、もしこのガブリアスがメガ進化をしない場合はメガポケモンを選出していないということになります。そしておっとエンテイの前でエンテイは居座っているが、この有利対面を生かして剣の前を積んでいく。エンテイは地鳴らし、交代の隙に何かされるのを嫌った形でしょうか。相性は不利ですが勇気を持って地鳴らしをしていく。これで剣の前を積んだガブリアスですが、このまま素早さを生かしての全抜きというルートはどうやらなくなったと言えるでしょう。さあ非常に長いこと居座っているこのエンテ、そうこうしている間にウィングさんの手持ち3体は割れた。まだ聖なる炎による火傷こそありませんが、剣の舞を許してしまった。しかし地鳴らしによって起点になることは避けられた。そして聖なる炎を当てていき火傷した。ダムではない。そしてガブリアスの打った技は激凛。さあ事実上当倍に戻っているが、やはりエンテ種族値の高さを生かして耐えていく。さあエンテ聖なる炎でガブリアスにダメージを入れて、これでガブリアスを処理。いやすごいですね、エンテ対面からガブリアスを対マンで突破しましたよ。やはり聖なる炎という技のいかに強力かというのがこれで分かったかと思います。もちろん地鳴らしを打つために居座ったその勇気、カゼハさんの勇気も非常に大きいでしょうが、そして相性的には不利なギルガルドですが、ヒートロトムではなくこのギルガルドを出していく。おそらく HP が影打ち圏内に入ったという判断なんでしょうか。しかしそれをカゼハさんは分かっているのか、エンテを温存してオーマンダを繰り出してきました。物理攻撃1本であるとこの威嚇はかなり痛そうだが、バトルスイッチでやはり影打ちを打つしかなかったですね、あの場面。さあ威嚇も相まってダメージはかなりビビたるもの。持ち物も風船ということで強化アイテムとは持っていません。さてウィングさんの方はヒートロトムとこのギルガルドが残されている状態、カズハさんの方はこのボーマンダとそしてエンテイが後ろに控えているという状態ですね。そうなるとウィングさんとしてはボーマンダの処理をヒートロトムに任せたい感じか。しかしまあ目覚めるパワー氷等を持っていなければちょっと難しいかもしれませんね。状況的にはカゼハさんの方が少し有利に見えます。そしてこのギルガルドが控えに残っているということで HP わずかの限定ですが温存していったという形でしょうか。まあ、陰口が来るのであればボーマンダで余裕を持って受けられるというのも相まって限定は温存されました。さあ風葉さんのメガ進化はやはりこのボーマンダ唯一のメガ枠です。そしてひとまずここはキングシールド。さあボーマンダは自信を持っていれば、おっとこのキングシールドを読んでいたか、この隙に竜の舞。さ
さあこの竜の前を積んだことによって仮にヒートロトムがこだわりスカーフを所持していたとしても種族的に上回るこのメガボーマンダが先手を取ることになるでしょう。しかしヒートロトムの HP は結構余裕を持って残されているのでボーマンダの攻撃であれば 1,2 発は耐える余地が あるかもしれません。しかし相手のボーマンダは竜の前を積んでいる。アゼハさんとしてはそろそろ爪の段階といったところでしょうか。あとは自信を所持しているかどうかですね。さあウィングさんはギルガルドを引っ込めてヒートロトムを繰り出す。ステミタックルを選んでいた。これが半減でもものすごいダメージ。もう次の攻撃は耐えることができません。ウィングさんはかなり厳しい状況に立たされています。さあ次のステミタックルでヒートロトムを処理していく。あとはどうでしょう、自信を持っているかどうか。それでギルガルドの処理速度がかなり変わってくるものと思われます。さあもう風船は割れている。自信はかわせない。あとはステミタックルのタイミングに合わせてうまくキングシールドを合わせることができれば。おっとキングシールドを読んででしょうか。ここで羽休めをしていきました。もう威嚇は解除されていますがもうちょっとリスクを犯してでも突っ張っていくしかない。おっとギルガルド目覚めるパワー、これがボーマンダに入って、しかし倒すには至らず。羽休めをやっていてカゼハさんとしては助かったという状況ですね。これはどうなんでしょう、これはカゼハさんはメザパー予測していたんでしょうかね。まあ、予測していたとしたらキングシールドをされても目覚めるパワーをされてもどっちに転んでもいい一手ということにはなりますが。さあブレードフォルムになってしまったギルガルド、どうでしょう、羽休めしてくるボーマンダ自身の所持率としてはこれちょっと確率としては下がった感じにはなりますでしょうか。さあ今度こそキングシールドを使っていく。これがステミタックルに噛み合えば非常に美味しい。しかしこの隙に羽休め、鍵をなくしたという方いらっしゃいましたよね。確かやはりブレードフォルムだったギルガルドの方がどちらかといえば相当選択にリスクを背負っている状態。そこを生かしてカゼハさんは羽休めをしていきます。先ほどのダメージを見ても目覚めるパワーで受けるダメージは HP の半分程度で済みますから、まあ、ここは何をされたとしても比較的安全に羽休めができたターンと言えるかもしれません。しかもそこにウィングさんが実際はキングシールドをしていたので体力はほぼ全開。これで相手が何をしてきても竜の前をもう一回積む隙としては十分と言えるでしょう。そういえばお二人はブイズ使いの方でしたが結局ブラッキーもシャワーズも選出されていませんでしたね。全国1000万のブイズファンの皆さん残念でした。さあキングシールドはもうしていない。そこにステミタックルを合わせていく。半減でこのダメージなんという威力。さあバトルスイッチ、もう羽休みはしていないがメザパで倒せた。なんとかボーマンドを突破していきました。さあこれでカゼハさんの方は HP 残りわずかのエンテのみ。これで陰打ち圏内に入っているのであればもうウィングさんの勝ちが決定している状態ですが、エンテダウンしました。ということで第3回戦決勝トーナメント第3回戦カゼハさん対ウィングさんの試合はウィングさんの勝利です。おめでとうございます。自信持ってるときつかったんですよね。そうですね、自信持ってたらもうほぼ勝ち確かなって感じだったんですけど、変な技仕込んでたのに。さてお二人お疲れ様でした。ちょっと感想等を伺っていきたいんですけども、
さあ、長谷さん、今の試合どうでした？ですね、ちょっとローブシンに怯えすぎました。ローブシンがすごいぶっ刺さってるんで、こっちのパーティーに。正直なところ、ゴーマンダ以外ではまともに見れないので、なんでまあ、ローブシン来るだろうなと思ったら、まさかのローブシン不在というオチで、むしろ、マンダにがっつりメタを張ったような選出されて、まあ、完全にまあマンダが腐ったような形になってしまいましたね。ゴーマンダは自信は所持してたんですか？持ってないです。ステミ以外の攻撃技は持ってないです。それでヒートロトムとギルガルド相手にしなきゃいけないのはかなり厳しいですよね。そうですね。ましてやギルガルドがあの メザ攻撃のやつだったんで、もうそう、まあほぼ無理かなと思いながらちょっとやっていたんですけど。なるほど、お疲れ様でした。さあ、ウィングさんの方はその選出がローブシンが刺さってたのに出てこなかったという話がありましたが、ボーマンナがちょっと僕のパーティーちょっと刺さってるんで、本当にボーマンダに熱い3匹を出したって感じですね。刺さってはいてもボーマンダに対して隙を見せるぐらいになったら出さない方がいいと。そうですね、詰まれるともう止まんないパーティーなんで。そうですね、ローブシン出せなかったです。なるほどですね。まあこうやってね、お互いの思考がこう交差してしまうこともまあまあありますよね、ポケモンバトルではね。いや、お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。勝利したウィングさんも次の試合も頑張ってください。